世界の七不思議は2010年にアントワーヌ・バウザによって作成されベルギーのルポ・プロダクションから発売されたボードゲームであるこのゲームは古代文明、軍備、商業活動などが描かれたサンセットのカードをドラフトするゲームであるボードゲームサイトボードゲームギークで最も高い評価を受けたゲームの一つでありドイツゲーム対象ドイツ年間ゲーム対象エキスパート賞を はじめ30以上の賞を受賞している。世界の七不思議は古代文明をテーマにしたカードゲームである。ゲーム開始前に各プレイヤーにワンダーボードと呼ばれる世界の七不思議の一つが描かれたカードが配られる。各プレイヤーはカードを利用してボードの文明を発展させるのが目的となる。ボードは両面に印刷されており扱いが容易な英面と 様々な利点がある B 面がある。開始前に好きな面を選択する。ゲームは3つの世代に分かれており、それぞれ専用のカードがある。各世代とも、最初は全員に7枚ずつカードが配られる。ゲームではドラフトというメカニズムが使用されている。これは、各プレイヤーが1枚カードをプレイしたら残りのカードは、隣の人に渡すというものである。これを5回繰り返し、 最後に渡された2枚から1枚をプレイしもう1枚を捨てる。最後のカードを捨てた後戦争が発生し、一つの世代が終了する。各カードは構築物を表しており、カードのプレイは構築物の建造を意味する。カードをプレイするためには、各カードに定められたコストを支払う必要がある。手持ちの資源で足りない場合、コインを支払って隣国から購入することもできる。 カードをプレイする代わりに、カードを捨てて、コインを得るか、文明を発展させることを選ぶことができる。文明を発展させる場合、ボードに描かれているコストを支払いカードを特定の位置に配置する。使用するボードによって、文明の発展は2から4の段階に分けられている。カードには7種類のタイプがあり、背景の色で区別されている。赤、縦のシンボルが描かれている。 これは各プレイヤーの軍事力を表しており、世代の終了時の戦争で使用される。非、コインや、勝利点を得たり、隣国から資産を買う時のコストが下がるなど、カードによって様々な効果がある。緑、3種類のシンボルのいずれかが描かれている。終了時に所持しているシンボルの数と組み合わせで、勝利点を得ることができる。青、勝利点が得られる。茶、 4種類の資源のうちの1つか2つを得ることができる。灰、はい、3種類の工芸品の1つを得ることができる。紫、地震、または両隣のプレイヤーのカードによって勝利点を得ることができる。茶色と灰色のカードは第1、第2世代のカードにしかなく、紫のカードは第3世代にしかない。各世代の終了時には戦争が発生する。 隣のプレイヤーと軍事力を比較し、多い方が勝者となる。最後の世代の戦争が終了したらゲーム終了である。この時点で、勝利点を計算し、最も多くの点数を得たプレイヤーが勝利となる。勝利点には、以下の7種類がある。戦争の勝利、世代の終了時に発生する戦争で勝利すると、勝利点を得ることができる。敗北すると減点がある。コイン。 所持しているコインの数に応じて勝利点を得る。文明の発展、ボードの文明を発展させると、それに応じた勝利点を得ることができる。市民の施設、青いカードをプレイするとそのカードに記載されている勝利点を得ることができる。商業施設、第3世代の黄色カードの中に、プレイしたカードに応じて勝利点を得られるものがある。ギルド、紫のカードは、自分、 または両隣がプレイしたカードに応じて勝利点を得ることができる。科学の発展、緑のカードには3種類のシンボルの一つが描かれている。同じ種類のシンボルを集めるとその数によって勝利点を得る。3種類のシンボルが揃っている場合も勝利点になる。ありがとうございます。